皆さんこんにちは、実は私今バッドランドに来ております。バッドランドにね、前回行った時にあと2回バッドランド、ここに来たら完成するよと言われていたんですけども、本当に完成してんのかなっていうのが不安になったので、ちょっとね今日は内緒でバッドランドに来ちゃいました。アポなしです。今日はねアポなしで来ちゃったので、本当に私の、まあ、会社のバイクですけど進んでんのかすっごい不安なんですよ。なので今日はこっそりね、突撃しちゃおうかなと思います。行ってみましょう。思ったんですけど怖いですよね。怪しいもん。怪しくはないけど怖い。本当にちゃんと監視してるのかな。見ますか。あ、見ました。連絡来てないんですけど、私のバイクどうなってるんですか？あ、これ？ちょっとスイングアームとリアタイヤ勝手についてるじゃないですか。いや前回私これつけたいって言ったんですよ。早くはしてほしいんですけど、一緒につけたかった。オーナー、カワイオーナー、私このスイングアームとリアタイヤ一緒につけようとは約束してないんですけど、つけたかったの。つけたかったの。上じゃないの。怒っちゃうの。あれ怒っちゃうの。ガンダムないじゃん。これをくっつけます。おー、
午後につけるから気分次第。気分次第？ちょっと大丈夫かな。エアボックス。はい。これがこういう。あ、これなんで？そう、そう。いや、これ絶対違うよ。分かった。反対ですよね。ですよね。そうですよね。はい。じゃあその辺をやりますか。お、やった、やりましょう。レッツゴー、レッツゴー。じゃあこれから行こうか。はい、はい、これをね、この穴をちょっと詰めるんですけど、はい、で、もう一つこうね、まずこれを持ってる。心を込めてグリグリしてください。これ、ね、我々はこう年齢締めることです、はい、今日はね、いやいや年齢、ね、私もそれ気持ちで締められるようになりたい。修行をすれば。修行か、何年間くらいか。20年くらい。20年。20年か。私お母さんになっちゃう。そうそう、ここにつけないよ。軽々で言うとね、楽しめない。あと前にね、このボルトを入れちゃう。いいよ、軽く。はい。この前なんだよね。で、ボルトはある。これね、このここなんだけど、ちょっと入れられる。どうだね、やるか。ちょっと、どっち入れてみて。この手で回る感じで。硬かったらね、曲がってる気がする。そんなことないですよね。これまっすぐ、これでちょっと入れてみます。ちょっと待って、まっすぐ入ってる。あ、入ってる。あ、大丈夫そうだ。お、そうだそう、これに入れ替えましょう。ながらですね、はい、はい、交互にこっちも締めて、こっちもちょっとずつ締めて。嬉しい。前回はそのフロントのいろいろとこうアームとかつけてたじゃないですか、はい、その時私一切触らせてもらえなかった。 あそこをね、ちょっとね、危ない、重要部品だった。ここは触れるんですね。ここは大丈夫。嬉しい。今自分でやってるから、ね、ようやく任せてもらえた。まだまだ閉まる。うん、まだこう隙間あって入ってる。本当だ。これね、上から押しながら、押しながら回す。はい、いいんじゃないですか。はい。
フェンダー、リアフェンダー、はい、リアフェンダーつきましたよ。やった。次、うわやばい、これ乗せてようやくパイクも出ますよね。そうだね、これ見ると乗せて、乗せればタンク、ほぼ形、タンク乗せてようやくバイク感出る。これを見たら、はい、ここにこれを入れる。へぇ、作業をじゃあほのかちゃん、はい、え、すごい、ここに刺します。なんかゲーム向きがあるからさ、はい、この中に見える、ここに溝が出てるでしょ、溝が、そう、溝が切れてるところにこの溝が入るから、逆だと1個しかないけど、うん、この向きでこっち持ってきて、パチッて音が出てる、パチッて言う、そう、ゲームの配線みたい。いきます。いきました。座る、座る、あ、いった、 OK、 はい、来ました。そしたら、ここのネジをこの丸いゴムのところに入れる。もう下から見ながら刺してください。これ難しいな。これ難しい。ここのネジをここの丸ポッチによく見ながら下から入れる。合わせて。はい。あの、もうちょい下です。あ、入った、入りました、入った、入ってないですね、入ってないです、入ってない、入ってないです、え、こっちは入りました、次です、こっちは入ってません、入ってない、これで前に押してください、はい、開けました、開けました、あったで、前は OK です、前 OK、 ただまた後ろ側をネジで入れます、さっきつけたリアフェンダーにネジで入れます、はい、ネジここに入れます、硬い、はい、そのぐらいで、あともコームを持ってもらって、え、硬い、持ってもらって、はい、持って上から押しながら回してください、はい、いいですか、半分ぐらい締めたら、またこっち側で、ジェットとかあるんだけど、あんまり使わないから、え、どうしてですか、どうして、だって電動ドライバーだと結構ガッチリギュッて締められるじゃないですか、あ、でも最後のやっぱ力加減とかちゃんとドライバーで締めるんだけど、ちゃんと手で締めないと、あ、手で締めないと、そうそう、最後はね、 ある程度そう、ウィンって入れる分にはいいんだけど、はい、なんかね、あんま使わないよね、エアラチってそんなにはない、そうそう、
しても人の手が一番。人の手が、すいません。ブレーキローターって結構流行ってて、はい、でこう昔はホイールとブレーキローターのデザインと一緒に合わせるのがセオリーだったんですけど、もっとなんか丸でしたよね。そう、最近はこうちょっとあえてこう外してこうミクスチャー的な要素を入れてやろうと、なかなか素敵な感じで、あとこれもあえてこうハーレーなんだけど、うん、ブレンボっていうこうレーシング系に振った高性能なキャリパー入れたりとかして、まあ、ちょっとすごくこう素敵なこうホイール周りになってますよね。それって600円前に収まるんですか？収まるわけないでしょ。収まるわけない。何？600万、私あの一番最初にお渡ししたのが600万円だったと思うんですけど。はいはい、あ、もうないよ。だいぶ会社で今持ち出しちゃって、はい、それはあの後でお渡しするんで、はい、社長とお話ししないと。待ってやばいやばい、怖い怖い怖い、怖い、はい、いくらだろう、いくらになるんだろう。倍かな、倍かな、倍1200万。これヤクザですよ、ヤクザのやり方、これ後からヤクザだ、ヤクザひどヤクザだ、あ、そうやって人を差別するような。河合さん、見た目すごい優しい師匠だと思ってたのに。だんだんもう変わってくるでしょ。これはね、大人のやっぱり店。怖い。一流ハーレーっていうのはこうである。後からかける。怖い。
どうしよう、足りないよお金。だから足りなかったら外しちゃうから。外しちゃう、ちょっと外しちゃうの。でもね、これもあれだね、あの見積もりには入っていたけど、それの8倍ぐらいグレードの高いチェーン。ね、なんで勝手にグレード上げてるんですか。下げていいからグレード600万円に入る中でやってほしいですよ。上げなくていい、上げなくていい。それだともう見れない。見れない。でもだってほのかちゃんのイメージ優先で行ったプロジェクト、それはしょうがない。いや、ちょっと待ってください。私のイメージ、コブラ。コブラ？ね、私どんなイメージ？がセレブリティで。ハイエンドで、どこでもこう我々と普通に我々なんかお話できるような立場の方ではないと思ってたらしい。これ完全に桑井さんの好み。まあ、私コブラじゃない。コブラじゃない、違ったの。違いますよ。ちょっと600万円でどうにかやってくださいよ。じゃあ外すか。外すのやめよう。外すのはやめよう。コブラが嫌なんでしょ。コブラはいいです、だってもうつけちゃったし。コブラ、コアラだったっけ。チープになる。だからコブラだ、しょうがないでしょ。わかりました、コブラでいいです、コブラで、はい、いやでもな、あれでもすごいですね。いただいたの、あのカーボンのレール前、カーボンレール、カーボンプレート、カモンカモン、カーボンプレート、なんだろう、カーボンプレートって。素晴らしい。またなんかどんどん新しいのが出てきますね。いや、これを乗れるかどうかだよな。だって一回立ちこけしたら相当重いですからね。これ何キロですか。350キロぐらい。350キロでしょ。私この間初めてこのハーレーを今パパさん乗って、はい、この間高速行った時に初めて高速道路で転倒したんですよ。走ってる。ちょっと渋滞して止まった時に倒しちゃったんですよ。車もやって、ぶつけて、ぶつけて、でバイクも倒して、倒して、すごいな。すごいですよ。次、信じられない。すごい。来た、カーボンプレート。これカーボン、カーボン買ったんですけどね。買った、本当だ、めちゃめちゃかっこいい、柄が。でも600万超えちゃってるからこれなし。なしじゃない、作ったのに。これ専用で作ったのに。入れましょう。あとは何でしょう。そうですね、事務所の社長にちょっと交渉してみます。大丈夫。ちなみにこれどこにつくんですか。これどこにつくんだ。これどこにつくんだ。タイヤの真ん中です。はい、タイヤ。ここじゃないだろ。ここで。え、ここに、ここに。ね、私が何も知らないからってそうやって。あ、いいじゃん。素敵。めっちゃいいじゃん。じゃあちょっとエンジンをかけてみますか。じゃあまずこれですね。はい。スイッチをこっちのオンの方。そっか、鍵じゃないんだ。そうそう、普通のバイクと違うからね。そう、これが回るか回らないかっていう。最新型だ。そう、下に。はい。回すと、ここ見て。すごい。すごい、ついてる。感動。来ましたね。そして、私ね、ハーレーの時は必ずニュートラルになってる感じですよね。ハーレーじゃなくてもですよね。失礼なやつだ。ハーレーじゃなくても。知ってますよ、師匠。それはもう当の昔に知ってます。はい、ニュートラル、ニュートラル、ニュートラル確認して、はい、これを押してみましょう。押します。はい、押します。
っこいい。止めるときはもうこれを、これを回すわけですよ。つきました、感動。これはすごいですね。マフラーがあのノーマフだから静かに9割以上。9割以上ですね。9.5 までは来てる。9.5ぐらい。よっしゃー。じゃあ今度はね、次回は、600万円で足りなかった分のお支払いということで、ちょっとドキドキしますが、はい、次回の動画もお楽しみに。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価といいねお願いします。お願いします。